そんなこんなで冬を乗り越えたところで春がやってきていますね。草も生えてきてます。うん。で、あとはホタル捕まえたらこの世界はおさらばしようかなと思っていますけれども、それで大丈夫かな。多分大丈夫なはずです。特にやり残したことは、まあいろんなもの作りましたけどね、アイテムここにの置いてても仕方ないんで、一応その何ですかね、まあ、飛来神とか雪玉マシーンとかですね、まあ、いろいろ、あとこの熱をね取ってくれるファイヤーピット、特別な青い炎を持っているファイヤーピットとかも作ったりはしました。で、あとはそうですね、あとこれ結局氷3つでも肉団子できるっていうね、氷3つと肉入れただけでねえっていう肉団子できちゃうもんなんだねっていう、そういう話ですね。あとはハムバットとかも作りましたけどね、これ多分ね動画では作ったことないかな。これ武器なんですけど、ちょっと面白い武器で、10日間ね腐るまでずっと使えるっていう武器で、ダメージもそこそこ高いですね。うん。だからこれ耐久値とかがないんですよね。耐久値っていうか、その何回か使ったら壊れちゃうとかそういうことがなくって、あ、クモも2発で倒せるという。あ、ちょっと待って、カブとかぶってねえな。この人カブとかぶってないんですけど大丈夫ですか。こんなガチガチに戦闘してしまった。普通にビーファロ帽子で戦ってたな。まあ、ビーファロ帽子もまああれですね、冬が終われば一応用なしというか、そんなメインで使っていくようなこともないので大丈夫ということで、はい。でハムワット作ったのは、向こうでもし何かあってウィグフリットの、バトルスピアとかがね作れなくなった時に一応レシピは覚えておこうっていう、そんな気持ちです。でこれ一応作っジャーキーは作り続けてるんですけど、そんなにいっぱいにはならなさそうだな。10個できたらいい方かな。よっ。まあ、一応でも、制作には。制作っていうか、引っ掛けてはおきます。よしよし。多分、次の日で完全に終わりますね。はい。37日目なので、もうほとんど終わってるんですけど、寒くないはずです、そんなに。うん。まあちょっと冬の終わりは大変だったけど、まあここからはまた次の世界に行くっていうことでいいですかね。ベリーもでき始めてるんで終わってると思います。あれ、なんでこんなにいっぱいなのかな。よっ。まあちょっとディアクロプス戦のために鎧2個とか、まあ武器とか兜とかを何個か作ってたせいで結構荷物がパンパンになってはいますけれども、ホタル捕まえに来ただけなんだけど、なんかえらいことになっちゃったな。あ、痛い痛い、狼が来て、なんか雲と戦ってるんだけど、ホタル今いたよな、死んだかもしんね。ホタル燃えたかも。ホタルって燃える？下の方どうなった？あー、まだやってる。あ、やばいやばいやばい、これ意外とやばいぞ。なんかえらいことになっちゃったな。なんかもうちょっとうまく、あー、そのホタル欲しい。あれ、なんか燃えてる。あ、赤い狼が倒れたのかな、多分そうかも。ちょっと落ち着きたいんだけど。いや、ちょっと待ってね、これ若干やばい。これ立てられるとこ見つけないと。やばい、松明作っとこう。これ松明が切れる。で、ホタル一匹取っといていいかな。わあ、黄色いのに絡まれてるぞ、これ。いてててててて、あれ何をこんなグダグダしてんのかな。とりあえず立てて、そこに。よっ、はい、立ったね。立ったらそれ取って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 、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。
一匹取った。一匹で確か大丈夫だったはずだから大丈夫。くそ、手が魔の手がやってくる。じゃあ、あとはまあうろうろしてるんで失礼します。蜂の巣気をつけないとな、これ踏んじゃうぞ。踏んじゃうっていうか、なんかえらいことないぞ。これ大丈夫だよね。これホタル一匹でよかったよね、確か。あ、やば、ちょっと待って、危ない。ギリ取れる。お、ギリもう一匹ゲット。よし、帰ろう。チェスターがやたら絡まれてるけど、よし、これでこの世界とはお別れできそうです。ちょっと最後の最後にあれですけどね、いっぱいキー出ちゃいましたけど、いやでもこれやっぱり思うんですけど、これ保留はないですよね。研究持ち越しはまだしも保留はないと思います。だってできたらこれ強すぎるしな。何をもって強いとするのか分かんないけど、よっと、だって便利すぎますよね。次の世界の難易度が時間をかければかけるほど楽になってしまうという、そんな状況になりかねないので、さすがに建築物保留はないと思いますね。そんなに甘くないだろうっていう。よっ、ちょっと枝取っておいて。あれ、枝なんでこんなないんだ。危なかった、もしかして。松明で枝全部使っちゃってた。ちょっと危なかったね。若干危なかったっぽいです。はい、そうだな、それができなさそうですけど、このストローハット、麦わら帽子を作った後に何がいるんだったっけな。ライト、あ、マイナーハット、金とホタル、よっ、じゃん、これでじゃん、いつでも冒険ができるという、夜も安全みたいな感じですかね。ちなみにこれは時間が経つとどんどん耐久値が減っていきますけど、ホタルとかを入れればまた、よっ、ホタルとかでね、栄養補給っていうか燃料補給ができます。よし、じゃあ、あとこのに肉、干した肉持っていきたいよな、どうせなら。よっと、食べておいて。あ、そういや、テント壊れちゃったのか。まあ、あとここでやることは何もないか。よっ、あ、もし持ち越せたらということで、ドライングラックも保留にしておこう。 B ボックスは作ることはなさそうだし、まあ多分こんなにね、長く3つ目の季節行くくらいまでやることはないと思うんですけどね。他のワールドでは最初はまあこうやって建築とか研究とかいろいろしなきゃいけなかったと思うんで、こんなに長く住むことになっちゃいましたけど、アイブレラも結局あれですからね、裁縫セットがあればいくらでも長く使えるんで、狼の葉と蜘蛛の巣と木で裁縫セットを作ることができます。こんなやつですね。だから例えば、まあ、これも持っていかないんでいいですけど、ビーファロ帽子とかをこうやって作って縫ってあげると治るって、ビーファロ帽子がまた治っていく感じで、何回かこの裁縫キットは使えるんで、アイブレラさえ作っていれば長持ちするってことですね。よし、じゃあジャーキー10個を持っていくか。よっと、じゃあシングズをね持っていく用意をしましょう。ようやく次の世界に行けそうです。よしよし、でまあこれもいらないし、よっよっよっ、あとディバインロッドもいるのかな、持っていくか。よし、じゃあチェスター行くぞ。持っていくアイテム持った？1、2、3、あとマイナーハットか、4って感じですかね。よし、これでいこう。すぐ着きそうですけどね、そんなに距離離れてないんで。1個ワームホール抜けて少し左に行ったところに、木でできたスイングズですかね、木の台とディバインロッドを刺すとこがあるんで、
この辺のパラメータとかはどうなるんだろうな。引き継ぎか。だったらお腹いっぱいにしていきたいけどっていう気はしてます。よっ、これ悪い花取っておこう。じゃあここに、お、置いてる。こんな感じなのか。ほう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 。ちょっと明るいとこで見たいけどな、これ。明るくしとくか。ちょっと、火をつけて、明るくしたいんだけど。よっ。おお、横につけて。はい。これは？あ、そこにつけて。はい。で、これは？手をつけて。お、光ってる。で、ディバインロッドを刺す。ほら！これゲート？アクティベート、起動する。はい。うわ、これマクスウェイの顔なんだ。お、4つここにアイテム入れりゃいいんだな。よし、じゃあこの4つで頼むよ。あれ、これどこ行った、チェスターの。あ、これか。あ、焦った。あ、入れられない。やっぱそうか。そんな気はちょっとだけしてたんだけど。あ、どうしよう、こうなるとちょっと困るぞ。ごめん、ちょっともう帰るのめんどくさいから、テンタクルスパイク入れといていい？いやー、でもちょっと待って、金か。金っていう手は、あるか。それだったら、まだあったけどな、在庫。畜生、もう行くしかねえ。はい、ということで、レッドをクリアしたと思います。うわー、マックスウェルは、うわ、これすげえ趣味悪いな。はい、37日目で、37日生き残って脱出したってことですね。コンティニュー。メインメニューってあるぞ。メインメニューに戻るっていう選択肢あるのか。じゃあもうここでやめみたいな感じですかね。さてさて、ようやく第2ステージですね。タイトルが出てくるかな。多分同じ形式。 The game is afoot。 Is afoot ってどう言ってたらいいの。あー、あ、生き残ったみたいだね、みたいな。ワンダウン、フォートゥーゴー。なるほど。あれですね。4つあるうちの1つが終わったみたいなこと言ってんのかな ?4 つ。ディバインロット。あ、やば、嘘、マジ？初期アイテム持って、あ、すごい。全部保留いけてるんじゃん。マジ？でもちょっと待って。あれ、初期アイテムなしなのか。あ、それ予想外なんですけど。そのウィグフリットの初期アイテムは、てか寒い冬。ザ・ゲーム・イズ・アフットってなんて言ったらいいのかな。なんかゲームが行われてるっていうか、まあ、そんな感じです。ちょっと待ってね、夕方が長いな。産地、これ引き継ぎ、あれやっぱり引き継ぎだった。これ寒いからかぶっとく、とりあえず。あ、これがなんか最初のアイテムだったことね。ちょ、全然反応なし。ちょっと待てよ。それは、思っても見なかったな。いろいろと思っても見なかったことがある。まずこれ、引き継ぎっぽいパラメータが。待て待て待て、これ、待て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 。慌てるんじゃない。大丈夫だ。やれるやれる。何も問題ない。何も問題ないことはないけど、大丈夫大丈夫。そんなにね、おかしなことにはなってないから。待ってよ。初期アイテムがないってのはちょっと衝撃的だな。初期アイテムは施設じゃないから、あの、持ち越しもできないしね。なるほど。これ取ったら何か、ダメージ食らって枝がもらえるのか。なるほど。いや、寒いよね、そりゃ。ちょっと待ってね。火は一応あるんだけど、一応このあのウィンターハットふかふかの帽子で少し寒さはマシなはずですけど、あれだな、まずてか冬。そこはあるよ。その来て早々冬ってちょっと辛いな。ちょっとこの辺で一休みさせていただきますけれども、ベリーとかあっても、あー、まあでも一応鍋があるから大丈夫だとは思いますけどね。さてさて、どうするかな。ちょっ
とこの資源が不安定なうちは、ツルハシ。寒くなくなった？大丈夫？動けそう？これ割っときたいな。よっ。とりあえず枝。基本となるね、アイテムは。とりあえず取っておきましょう。で、チェスターが持ってこれないがゆえに持ってきた金のおかげで、槍がすぐ作れそうだから、肉はね、最悪、ウィグフリット、モンスターミート食べても、やばってことにはならなかったりはするんだけど、よっと。とりあえず資源集めしていきます。産地がな、産地が怪しいから、この、なんていうか、クモたちを飼っていくっていう方法はありますね。それでビッグフリットは産地回復するんで、ある程度。ちょっと木切って、燃料。あとあれだな。リュックサックさっさと作っとくか。必要になったら作る感じでもいいんだけど、リュックサックはね、そんなに、これいろいろ研究していった方がいいな。そうか、そうか。まさか施設持っていけるとは思わなかった。じゃあもうちょっとじっくりやってもよかったんだな。でもちょっとあれですよね。早く次のワールド行けよ。っていうか。誰今の。早く次のワールド、どんなのかな、楽しみにしてるんだけどなっていう感じでもあるし、まあ僕もそうですしね。なんで来たことには別にそんなに後悔してないんですけど、まあまあ生き残れるでしょう、きっと。とりあえず植林活動はしておこう。何があるか分かんないしな。よっと。で、ここはもうマップの端だったから上の方に上がっていくってことでいいのかな。あ、よいしょ。だってこれ持ってうろうろしなきゃいけないし。まあ食料はそこまで超やばいってわけでもなさそうだしな。よし、ちょっと温まったかな。木と草。花、ちょっと花取っとく。産地がね、やややばいんで、花は取っていきたいと思います。この辺は別に積んでても問題ないでしょう、きっとね。一応道とかもあるし。あ、でもあれだな。セイウチがいる可能性はあるぞ。セイウチがポロっていたりしてくれたら、借りたい。でも、セイウチ結構強いから、こんな装備がしっかりしてないうちに行くと、絶対にやられちゃう。から、その辺は気をつけて、この秋のね、秋っていうかなんていうんですかね。わわわ、ペンギン出てきてる。針葉樹みたいな、なんかモフモフの木がありますね。よっと。クモはたくさんいるけど、前のステージみたいに、レベル3とかになってないんで、それが救いかな。よしよし。ちょっと産地を落ち着けていこう。食べ物は一応あるから大丈夫。もうビキビキなっちゃってますけど。おー、トールバードいるじゃん。あ、勝った勝った。なんか 3体ぐらいいましたけどね。勝ってはないな。よし。で、できれば石、石もあるな。大丈夫だ。ツルハシとかね、その辺が作れないエンドもありますからね。よっと。木は取っておいて、で、左下の石取って、サーマルストーン作りますかね。よっと。そろそろ夜になりますけど、夜2メモリ分しかないな。どうせだったら雲と戦いたいけど、雲寄ってこないかな。あ、でもちょっとな、やっぱ武器がないってのはきついか。よし、朝になりました。ということで、石を掘りたいんだけど、お腹やばいから、一個だけ食べます。よし。で、ツルハシがないから、ツルハシを作って、そしたら枝がなくなって、ちょっとやばい。枝がなくなるのは良くないな。よっ。で、バトルヘルムをさっさと作るのか、あそこもなんかちょっとおかしなことになってんな。トールバード、
何体もいるのはちょっと、え、あそうか、もう夕方か、そうかそうかそうか、あーなるほどね、ちょっと夕方になりやすいからこの産地がちょっと下がりやすい問題があるんだな。